八尾神社は、大阪府八尾市にある神社。縁起式神明町河内国和海軍のクリス神社に否定され、社格は、旧村社。旧和海軍に死号、木戸両村の氏神である。近世には、五頭天皇社と称していたが、明治維新後に演技式に従って、クリス神社に改称し、明治四十一年四月十五日にさらに現社名に、改称した。クリスは、 現鎮雑一体の急所であろうとされる。近世には、五頭天皇社の社名が示すように、五頭天皇を祭人としていたが、教法20年の河内氏依頼式内、クリス神社に否定され、クリスは、現鎮雑一体を本願とした古代氏族、クリス連氏にちなむものと考えられ、その祭人も、新先生四六に、クリス連、同じ木神の子、馬島治命の後なりとある、 クリスレーンの祖神、馬島治命と、また、本田明の命は、明治5年に合死された、旧喜道村の氏神である八幡社の祭神である。鎮座地は、長瀬川に沿い、周囲よりはやや高い土地で、弥生時代から集落があったと考えられ、創始年代は不詳であるものの、八尾市跡部には、物の部森屋の後の別業を四月日の江馬城が、営まれたとされるように、八尾市一帯は、 物ノベ氏及びその同族に深く関係した地であるため、物ノベ氏の同族でこの地を本願とした、クリス・レンが祖神を祀ったのに始まり、その時期は古墳時代に遡るとされる。上岸4年4月12日に、生6以上から15以下に少女され、同年11月11日に感謝とされ、縁起のせいで、官兵勝者に列した。中世以降の詳細は分かっていないが、鎮座地一帯は、 八尾僧と呼ばれ、当神社は資料に書くものの、その中心的な神社として崇められたと思われる。南北朝時代には当神社から西方200メートルに、ある、上皇寺の総健康が寺を中心に、八尾城を構えて、南朝方に組みしたが、港川の戦い跡来た朝方が城を入手したため、延元2年に攻め寄せた南朝方の陛下にあっている。当時の当神社は、 上皇寺の陳述とされた可能性もあり、上皇寺と共に、八王城の一角に組み込まれていたと推定されるため、この陛下で離災したと思われる。また、八尾僧は、室町時代の末期にも河内国守護の畠山氏の内噴のために、戦乱の地となっており、この際にも離災したと思われる。近世には、五図天皇社として、天徳寺を神宮寺とする西郷村の氏神とされたが、 明治初めの神仏犯前例を受けて、天徳寺を廃寺にして、社名をクリス神社に改め、明治5年4月に木戸村の八幡社を合詞、西号、木戸両村の氏神として尊社に列した。明治41年4月15日に海破り村の和良神社と八尾中野の八坂神社を合詞して、現社名に改称したが、戦後に桂、八坂の両神社は、た死している。 右から、本殿、平殿、拝殿やお城市の石踏みと、菅原神社本殿は、かすがり、明治中頃の造体。平殿は、張間一軒、桁行三き軒の切り妻造り、妻入り、大正十三年の建築で拝殿に接続する。拝殿は、桁行ゆき5軒、はり三軒の入りもや造り、平入り、天保十二年の建築。平殿と拝殿は、か原吹。き。その他、 信用社、社務所がある。境内社に、うぐいす神社、菅原神社の2社がある。また、本殿の東側、菅原神社の横に、昭和6年に検品された八尾城市の石碑がある。ありがとうございます。